ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日はビコースティックというメーカーからリリースされている吸音パネルと拡散パネルのレビューをお届けします。僕この部屋、この家に今年の8月に引っ越したんですけれども、その引っ越しのタイミングで販売代理店の MI7 ジャパン様からビッグスタジオボックスというビコースティックの吸音パネル拡散パネルが収録されているセット製品を提供していただいておりまして、すでに使用し始めて3ヶ月から4ヶ月が経過しております。長期間使用した上でのレビューとなりますので、ぜひ購入を検討する際の参考にしていただけると嬉しいです。説明欄に製品の購入ページの URL 記載してますので、そちらもご活用ください。本日の動画の構成はこんな感じになってます。まずビコースティック製品のラインナップのご紹介、そして僕が提供していただいたビッグスタジオボックスに収録されている製品の詳細の紹介、そして効果の解説で、製品の評価、最後に壁に穴を一切開けないビコースティックの設置方法の紹介。はじめに言っておきますが、ビコースティックの製品やっぱちょっとねお高いです。ですが効果は抜群。安い買い物では決してありませんので、後悔なく購入に踏み切れるように、カタログではわからないような細かいところまでレビューしていきます。ぜひ最後まで動画をご覧ください。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。ではまずビコースティックの製品ラインナップご紹介していきます。ビコースティックはポルトガル発の美しく室内音響を改善するブランドです。まず最初にご紹介するのがソリューションバンドルとして販売されているビッグスタジオボックス、こちらが僕の提供していただいた製品になります。カラーバリエーションはブラウンオーク、マットホワイト、マットブラック。僕がいただいたのはブラウンオークのカラーです。続いて単体製品ご紹介していきます。音響調整パネルのカテゴリーではビッグパターンウルトラウェイブウッド、こちらが吸音効果と拡散効果を持っているパネルになります。ビコースティックの吸音パネルっていうのはどれも似たデザインをしているんですけれども、微妙に効果が異なるようです。続いて吸音効果が高いウェイブウッドウルトラライト、こちらは僕が提供していただいたビッグスタジオボックスに収録されている製品です。そしてウェイブウッドディフューザーウルトラマーク2、こちらはデザインはウェイブウッドウルトラなどと一緒なんですけれども、効果としては拡散の効果を持ったパネルになるようです。そして吸音効果に特化したのがシネマラウンドプレミアムというパネルです。これはもう全面が、ファブリックで覆われていると、吸音効果が非常に高いモデルになります。そして、マルチフューザー DC3、こちらは、拡散効果が非常に高く、吸音効果もある程度期待できるという製品です。この、マルチフューザー DC3 の旧モデルにあたるマルチフューザー DC2 というものがビッグスタジオボックスに収録されている製品になります。ただ DC2 と DC3 に性能の差はないようです。そしてベーストラップ、低音域の処理により特化した製品としてスーパーベースエクストリームウルトラというものがあります。 60Hz から 125Hz の低域周波数を効果的に吸収するように設計されたベーストラップ。僕がいただいたビッグスタジオボックスにはこれ収録されてないんですけども、結構気になりますね。そして同じく低域周波数に対して効果的に機能するスーパーベース90というものがあります。他にもパネルを設置するための純正アクセサリーっていうのがこんだけあります。そして最近ビッグブースシリーズといって組み立て可能な吸音ブースというものもリリースされました。ただこれはね、めちゃくちゃ高いです。300万、400万とかするんで、まあ、ちょっと現実的じゃないなって感じですね。で、吸音ブースに最適化されたアクセサリー。これだけあります。続いて、僕が実際に提供していただいたビッグスタジオボックスに収録されている製品を詳しくご紹介していきます。まずは、こちら。はい、画面いっぱいに映っていると思います。
ウェイブウッドウルトラライトという吸音パネルからご紹介していきます。サイズは 595mm×595mm の正方形で、厚みが 45mm です。厚さ約 5mm の木の板に、高密度のウレタン系フォームが組み合わさった構造になっておりまして、表面のこの特徴的なデザインっていうのは、デザイン性だけではなく吸音性能を高める効果っていうのも持っているそうです。ビッグスタジオボックスにはこのウェーブウッドウルトラライトが8枚収録されているんですけれども、塗装ムラっていうのは全くなく、でサイズの個体差っていうのもほとんどありませんでした。非常に丁寧に作られてるなっていう風に感じましたし、期待を裏切らない質感っていう風に言って良いでしょう。続いて、じゃん、マルチフューザー DC2 という拡散パネルです。こちらもサイズは実測で 595mm×595mm の正方形で、厚みはこんな感じになってて、一番分厚いところで 150mm 程度です。結構ね、届いてみてイメージよりも分厚いなっていう印象を受けました。で、固めの発泡スチロール製で、かなり複雑なパターンで成形されています。水性塗料での塗装っていうのも可能だそうです。まあ、こちらはね、近くで見ると、まあ、明らかに発泡スチロールっていうのがわかるので、高級感っていうのはそこまで感じません。ですが、まあ、遠目に見ればね、あんまりわからないですし、何よりめちゃくちゃ軽くて設置がしやすいので、そこはすごくいいなっていうふうに思いました。ちなみにこのマルチフューザー DC2 っていうのはもう単体販売っていうのはすでに終了しておりまして、マルチフューザー DC3 っていうのが後継製品にあたります。カタログを見る限り性能に差はなく、設置方法がアップデートされ、セットに含まれる枚数と価格が変わっただけのようです。ただ後ほど詳しくご紹介しますが、なるべく壁に穴を開けたくないという、まあ、賃貸物件に住む人にとっては DC3 よりも DC2 の方が設置しやすいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。ウェーブウッドウルトラライトもマルチフューザー DC2 も設置方法は同梱されるフレックスグルーウルトラというコーキングガンに装填して使用する専用の接着剤を使った方法っていうのが、まあ、オフィシャルでは推奨されてるんですけれども、日本の住宅事情的にはなかなか接着剤を使って壁にベチャって貼るのは厳しいところですよね。そんな僕たちのために日本の販売代理店である MI7 Japan さんがステープラー、ホッチキスを使用した設置方法を公式で紹介してるんですけれども、今回この動画では僕がそのオフィシャルの方法をアレンジして、壁に全く穴を開けずに、傷つけずに設置する方法っていうのを編み出しましたので、そちらを後ほど詳しくご紹介します。それではビコースティックのビッグスタジオボックスに収録されている製品を使うとどれくらい音響が変わるのか、サウンド ID リファレンスという音響測定ソフトの結果を見ながらご説明していきます。ビコースティックの製品には公式が推奨する設置位置っていうのがあります。ビッグスタジオボックス1セットを使用して調音を行う場合は、ウェイブウッドウルトラライトを4枚ずつ側面の壁に貼り、マルチフューザー2枚をリスニングポジションの真後ろ、背面の壁に設置するっていうのが推奨される設置位置です。側面に貼る4枚ずつのウェイブウッドウルトラライトでスピーカーの初期反射に対応し、背面に貼るマルチフューザー2枚で後期反射に対応します。でビッグスタジオボックスを2セット3セット使用する場合の位置に関しては右上の情報ボタンから公式の動画でぜひチェックしてみてください。で僕の場合はデスクに向かって座った時に左手の壁っていうのが窓になっているので、ウェーブウッドウルトラライト8枚を右手の壁面に4枚、そして正面の壁面に4枚で、マルチフューザー2枚は推奨されている位置、リスニングポジションの真後ろ、背面に2枚それぞれ設置しました。まずウェーブウッドウルトラライト、マルチフューザー DC2 全く設置しない状態で測定した結果がこちらです。 100Hz から 200Hz の間に大きな凸凹が見られますね。でまた 200Hz から 3kHz にかけて
ブーストされてしまっているのがわかると思います。で続いて、ビコースティックの2製品を設置した状態で測定した結果がこちらです。 600Hz あたりから 3kHz あたりの、ブーストされていた帯域がかなりフラットに近づいたっていうことがお分かりいただけるかなというふうに思います。また 3kHz より上の帯域っていうのもかなりフラットに近づきました。と同時に 500Hz 以下、特に気になっていた 100Hz から 200Hz の帯域にはあまり効果がないっていうこともはっきりしました。ただし 100Hz 付近のみ左右で大きな差っていうのが生じていて、右はフラットにかなり近いところで、左は大きくへこんでいるっていうのがお分かりいただけるでしょう。これはおそらく右側の壁だけにウェイブウッドウルトラライトを配置したことによる影響だと思われます。僕が今使っているベアフットのフットプリント02っていうスピーカーは、低音域を担当するウーファーがスピーカーの側面に配置されているっていうちょっと変わったスピーカーでして、左右の壁の初期反射っていうのを抑えることができたかどうかっていうのが測定結果に大きく現れたんじゃないか、そんな風に推測できます。ここで製品ページに記載されている吸音特性をご覧いただきましょう。こちらです。ほぼメーカーが公表している特性通りの結果が得られたと言ってよいでしょう。ここからは率直な製品の感想についてお話ししていきます。周波数特性の図だけを見ても体感としてどれくらい恩恵を受けられているのかっていうのが分かりにくいかもしれませんが、明らかに部屋の反射音っていうのが軽減されるっていうのが分かり、特に声の反射が少なくなるっていうのを感じることができるので、音楽家だけでなくライブストリーマーにも非常におすすめできる製品だなというふうに思いました。吸音と映えっていうのを両立できるのが一番の魅力ですね。で個人的にはこちらのマルチフューザー DC2、 これがめちゃくちゃおすすめです。このマルチフューザーを設置するかしないかでかなり音が変わりました。その違いをこう皆さんに分かるような形で収録することっていうのができなくて、口で伝えるしかないっていうのがめちゃくちゃ歯がゆいです。効果が高いだけでなく、マルチフューザー DC2 はめちゃくちゃ軽いので、ウェイブとウルトラライトと比べてもかなり設置が楽、貼って剥がして、設置位置をいろいろ試せるっていうのもいいなっていうふうに思いました。天井に貼ってみたりっていうのもいいでしょう。正直吸音材ウェイブとウルトラライトに関しては、有名無名、様々なメーカーからリリースされている、吸音材と比べるとやはり割高感っていうのはあるので、購入がためらわれるという気持ちもよくわかります。ただマルチフューザーに関してはビコースティックのものを超えるコストパフォーマンスのものなかなかないんじゃないかなっていうふうに感じます。現在は僕が提供していただいたビッグスタジオボックスの他にトライアルパックという2枚セットのものっていうのも販売されているので、とりあえず2枚セットのやつを買って試してみるとか、他のメーカーの吸音材に追加してマルチフューザーのトライアルパックだけ買うっていうのは結構おすすめです。それでは最後に、ビコースティックの吸音パネル、拡散パネルを壁に全く穴を開けずに、設置する方法をご紹介したいと思います。準備するものは、裏側に両面テープのついた面ファスナーオスメスと、粘着力の高いマスキングテープです。マスキングテープの太さいろんな種類あるんですけど、太ければ太いほど壁との接着の面が大きくなるのでより剥がれにくくなります。まず面ファスナーのフックオスの方をビコースティックの吸音パネル拡散パネルにこのように貼り付けます。おすすめの接着剤説明欄に購入ページの URL 記載しておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。接着剤はかなりたっぷりめに塗らないとこっちが剥がれちゃいますので注意してください。吸音パネル拡散パネルの方にオスの面ファスナーを取り付けたら、あとは設置したい壁に面ファスナーのメスの方を接着するっていう形になるんですが、公式の動画で紹介されている方法っていうのが、このメスの面ファスナーをこうやって取り付けたい場所に当てがってホッチキスでバシバシこれを留めていくという方法なんですね。
まあ、ホッチキスの芯ぐらいの穴の大きさだったら賃貸住宅でも問題にならないだろう。そして、固定力が、高いので、そういった方法でやりましょうっていう風に紹介されてるんですけれども、やっぱり穴いっぱい開けるのってちょっと気が引けるじゃないですか。で、設置場所変えたいなっていう時も、その場所を動かすたんびに穴がどんどん増えていくので、できれば穴開けずにやれたら、それが一番いいよねっていう風に思ったんですね。で、今回紹介する方法を、まあ、なんとかこう編み出したわけなんですけれども、まず壁面にマスキングテープをビャーって貼ります。粘着力かなり高いので、そうそう簡単に剥がれることはありません。でも、こうやって端っこからカリカリカリってめくって、剥がしていけば、壁に跡がつかない。それぐらいのいい感じの粘着力のもの。これも、説明欄に、購入ページの URL 記載してますので、チェックしてみてください。で、これ、実際にマスキングテープ貼ったものになります。かなり幅広く貼ってますね。で、マスキングテープで下地作ってあって、そこに面ファスナーのメスを、この面ファスナーにもともとついている両面テープの接着力を使って接着すると。これで OK です。で、あとは、位置を合わせて面ファスナー同士を貼り付ける。これで固定することができます。で、もし、ちょっと場所がずれちゃったとか、模様替えをしたい、貼り直したいっていう時は、横から指をね、バリバリバリって入れていって、面ファスナー同士を剥がしてやれば、で、片側が剥がれたら、その後は、ちょっと慎重に。パネル自体の重みで、こう、強い力がかかってしまうと、この面ファスナーのオスを取り付けてるパネル側のウレタンフォームがちぎれちゃったりするので、お気をつけください。はい、これで剥がれます。そして、こちら側も、このテープごと、これで剥がしていけば壁には全然傷がつかない。剥がしちゃう。で、僕の部屋の壁ちょっと見ていただければ分かると思うんですけど、細かな凹凸っていうのはあるんですが、このマスキングテープを下地に貼ってやることによって、それも適度に慣らされて、で、面ファスナーのメス側、これしっかりね、接着することができるようになります。多分、面ファスナーを直接、この壁に貼ってしまうと、粘着力が弱くて剥がれてしまったり、あとは、まあ、剥がすときに壁紙も一緒にめくれてしまったりとか、そういう危険性があるんですけども、程よい粘着力のマスキングテープっていうのを間に貼ることによって、そういったことが防げると。で、今ご紹介した方法で貼り付けた吸音パネル、約3ヶ月、4ヶ月間、まあ、そのままにしてましたけれども、剥がれることありませんでした。で、夏場から冬にかけて湿度とかも結構変わってますし、あとは、まあ、震度3ぐらいの地震っていうのも何回かあったんですけれども、それでも剥がれることありませんでしたので、まあ、十分おすすめできる、設置方法かなと思います。ぜひ、参考に、試してみていただけると嬉しいです。いかがでしたでしょうか？ビコースティックの、超音パネル、吸音パネル、拡散パネル、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作のモチベーションにつながっております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で。